おととしの1年生大会ベスト4の仙台。3年生は潜在能力の高さに加え、エース堀口やキャプテン池田など多くのメンバーが中学生の頃に同じチームで全国大会を経験しました。秋こそベスト8まで勝ち上がりますが、県選抜大会は初戦敗退。その負けがチームを一つにしたという仙台が集大成の夏を誓います。甲子園に行くだけじゃなくて、甲子園で勝って校歌を歌いたいっていう気持ちが一番あります。新チーム始まってから自分たちの思うような結果が残せなかったので、夏はその悔しさを全部ぶつけて仙台高校野球部史上初の甲子園に出場します。